君ならどうするは、1979年から1998年までにバンタムブックスから発行され、現在はバーモント州ウォーレンのチューズコから出版されている子供向けのゲームブックシリーズである。各作品はに人証視点で書かれており、読者が主人公の役割を演じる。日本では1980年にシリーズの最初の6作が学習研究者から、 ジュニアチャンピオンコースの一部として翻訳出版された。君ならどうするでは、各パラグラフで状況を説明する文章の後に物語をどう進めるかについての選択肢が提示される。例えば、といった具合である。読者の選択により物語は異なった展開を示し、最後には違った結末にたどり着くことになる。君ならどうするの各くには、 多くの場合15以上の異なる結末が用意されている。基本的な結末の例は以下の通りである。君ならどうするは最初のゲームブックではないが最初の成功したゲームブックであり、同種の子供向けゲームブックの先駆けとなった。この成功を受けてバンタムはより子供向けのシリーズである。 タイムマシンシリーズを1984年から1989年まで出版した。19年間のバンタムにおける出版で多数のシリーズ作品が R.A. モント・ゴメリーとエドワード・パッカードによって執筆された。2000年代に R.A. モント・ゴメリーはチューズコを起こし、君ならどうするシリーズを復刊した。チューズコは過去のタイトルに加えて、 新規のタイトルも出版している。Choose Your Own Adventure は1998年までにオリジナルの184作品に加えて多数のスピンオフ作品が刊行されているが、以下の一覧では、学研の君ならどうするシリーズとして1980年に日本で翻訳出版された6作品のみを記す。 それ以外の作品の詳細は、英語版の中髄はオンやドベンチャーを参照。ありがとうございます。